ツアー初日大阪ありがとうございました。おめでとう。どうでしたでしょうか。なんか近かった。めっちゃ近かったね。ライブハウスだね、うん、なんか嬉しくなっちゃって、うん、全然セットリストもね、コロナ一つあっても違いますから、はい、みんなでね、ね、新そう、みんなで決めて、メンバーで決めたセットリで、うん、すごくね、愛情込めて届けてますので、ラブです。衣装もこんな珍しいね。今日はなんでこれ着てるんでしょうかね。なんで次は何を着てるんでしょうかね。次はこれもこれこのドキ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 って思ったりしてますけど、ブロー君初披露。あ、そうです、ね、イエーイ。今日限りのブロー君の話を、そうです、またどっかでやれたらいいですね。ね、ね、振り付けがねすごいですからね。やってくれたよね、みんな。めっちゃできてた。パンパン嬉しかったです、ね、すごくない。初披露でさ、もうすぐ真似できるって、ね、やってくれたって、ね、めっちゃ嬉しかった。ありがとうございます。ありがとうございます。おでもす。明日はメトロックですから、はい、また気合を入れ直して新規版橋休めの M、 イエーイ。メトロックの M は橋休めの M です。あ、そうなの。メトロックさん、そうなの。違います。何だったの。僕の妹がこんなに可愛くない。橋休めのあすこです。なんか言ってる、なんか言ってる。どうしたリンリン。僕のおばあちゃんがこんなに可愛いわ。おばあちゃん、ねえ、おばあちゃんじゃないから。おばあちゃんはちょっとハッシュスマつけてあげただけ。姉ちゃんって呼んで。失礼な、失礼な。僕のお姉ちゃんがこんなに可愛いわけがない。担当にして、じゃあお姉ちゃんではなれない。メガネ女教師。メガネ教師でもないから。はい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 。じゃあ明日もメトロック頑張りましょう。はい、おおやすみなさい。おやすみ。バイバーイ。